構わかりやすかったよ。結構これしな。黄色いトップスを聞いている松原コロカさんです。この髪型が実は松田好花の母にしか見えないんですよ。似てるんだやっぱり。こういうのはさ、こうしてくださいって言われんの？これはまあテーマが70年代だったので、まあ、その時代に合わせた髪型にしてくださいっていうリクエストがあったので、メイクさんと相談して、その当時のツイッギーさんっていうモデルさんを参考に作ってもらっただけなんですけど、めちゃめちゃお母さんに似てしまって。なるほど、そうなるのか。この写真はいいんだけどね、なんか並んでると PTA に見えるの不思議だな。ああ、